はい、おはようございます。ワンタチャンネルです。いつもねご視聴いただきありがとうございます。今日はね天気がいいのでおにぎり山に、頂上までね探検しに行きたいと思います。また頂上でね宝探しも予定しております。それではね行ってみます。野比海岸でシュノーケルをした時の動画になります。概要欄にリンク貼っときますので見てください。道のここからね上がれそうなんでねここから上がっていきたいと思います。結構険しいねこれ。おやべ、下りも怖いなこれ。いいのかな。下りも怖いなこれ。これ結構急だな。結構急でございます。行けるかな。よいしょ、行け。そこ階段じゃない。もう少し上がってたかな。ちょっと待ってこれ。ちょっとねこんだけ急なんでねカメラねしまいます。危ないんでね、怒ったら危ないんでカメラしまいます。やばいね、結構急ですね。ね、降りるのも危ないけど登るのもね結構急です。手で持つカメラはやばいんで、昔の川口探検ね、危ねえ、危ない。で落ちたなんて言ったらやばいよね。よいしょ、木はね、あ、なんかここに虫がいる。虫がいます。見えてるかな。もうすぐ頂上っぽいけど。ここから登ってんのかな。この木もやばい。よいしょ。
と登る道、まあここもやばい、土砂崩れになってる。行けるかな。よし頑張ろう。変なのが落っこっちゃうからな。大丈夫だな。今通るかな。よいしょ。これ下りの方が怖いかも。こっちもあるか。しかしやばいよこれ。うわ、よいしょ。変なのもあって折れたら死んじゃう。ここ木が折れてるから誰か通ってない。この木やばい、この木やばい。どうなってんだこれ。ここ行けないの。ここ行けないのか。こっち回るのも危ないな。木の石の上は回れるかな。石の上は回れるかな。足元がやばい。そしてこの石の上上がれるかもしれませんけど、なんか怖いな。滑りそうで怖い。足が短いからな。やばいなここ。ちょっと待って、よいしょ。やばい、横っ腹がついそうだ。ここで行けそうなのか。なんとなく行けそうだけど、よいしょ。あんまり高いとこ得意じゃないんだけど、うわやばい。あ、ここだ。ここなんか階段みたく削ってある岩を。向こうにね、海も見えます。もうすぐ頂上だなこれ。よいしょ。ね、65歳になってこんなね大冒険するとは思わなかったけど、まあいいや。もうちょっとだ。ここじゃないな、こっちだな。こっちもうすぐね、頂上っぽいです。ここね網が見えます。この辺の木は邪魔だね。なんかぶつかったらやばいから下ろすか。よいしょ。これは倒木だね。よいしょ。これは大丈夫な木だ。よいしょ。これはやばいね。なんとか来たぞここまで。よいしょ。これ上行って宝探しどこじゃないな。あるかな、なんか。お、もうすぐ
もうすぐこっちから上がった方がいいのかな。よいしょ、これだぞ。よいしょ、そこからね、海も見えます。よいしょ、お、もう屋上が見えてきたぞ。屋上じゃねえ、頂上が見えてきた。岩なんだね、ここら辺、岩でございます。よいしょ、あ、ここは登りやすいね。あ、けど滑るな、少し滑るから気をつけないと危ないね。よいしょ、落ちたら死んじゃうから。お、そこが頂上だ。で真っ暗です。うわ、ここも結構、何これ、なんか、あそこになんか変電所みたいななんか機械があるね。よいしょ、さあと少しだ、頑張ろう。ここ金網あるから、金網捕まる。で、施設があそこにあるということはやっぱり、ここに、あ、こっから上がってこれるのかな。なんとなくそこ行けるのか。帰りはね、こっち側降りよう。こっちは危ねえや。こっちはね、危ないです。帰りは違う道。あれ、ここ頂上だ。ここが危ない、危ない、危ない、ここがね、頂上でございます。よし、やっと来たぞ、頂上。はい、今ね、おにぎり山の頂上に来ました。一周回せるかな。頂上、頂上、頂上でございます。一周、ここは木に当たっちゃうから少し避けて、はい、伸ばして、はい、おにぎり山のね、頂上にやってまいりました。結構怖いね。あと空も、頂上の空でございます。いいかな。いや、風が気持ちいいですね、やっぱりね。風が気持ちいいでございます。はい、前編のご視聴ありがとうございました。後編はおにぎり山で宝探しです。お宝は出たんでしょうか。